オレグ・アレクサンドロビッチ・サホーノフは、ロシアの官僚、政治家、ソ連国家保安委員会出身の白引き。1982年モスクワのソ連国家保安委員会高級学校を卒業し、1991年まで KGB 勤務。KGB 時代に、盗録に赴任し、ドレスデンで、ウラジーミル・プーチンと任務を共にしたとされる。 1991年から1994年まで、サンクトペテルブルク市役所に入り、プーチンの下、対外関係委員会で勤務した。1996年11月14日、ロシア連邦内務省に移り、次官となる。2007年10月30日、プーチン大統領によって、極東連邦管区大統領全権代表に任命された。サフォーノフの夫人は、 プーチン大統領補佐官で白引きの総帥格であるビクトル・イワノフの娘と言われる。2008年2月14日函館を訪問し、西尾正則市長と会談している。2009年4月30日、極東連邦管区大統領全権代表を解任された。現在はロシア連邦安全保障会議メンバー、ロシア連邦大統領評議会付属国家プロジェクト、 人口統計委員会メンバー、ありがとうございます。